こんにちは、とわちゃんです。さて、先日動画にしたパルワールドがとんでもない記録を達成したということで、すごい話題になっています。わずか3日で400万本売り上げたそうです。 Steam での同時プレイユーザー数がオフラインゲームで歴代1位みたいな発表もありました。この動画公開時にはさらに記録が伸びていくんでしょうね。で、 Steam 以外にもゲームパス対応なので、実際にプレイしているユーザー数は相当多いことが予想されます。一方、それだけ売れると多くの人の目に触れやすくなり炎上するわけです。ポケモンのパクリだと。もう登場するパルと呼ばれるクリーチャーがとてもポケモンなわけです。これは何年も前に発表された時から分かっていたことでした。で、なぜ今頃そこで炎上しているのか。それはパルワールドは PC と XBOX 版でのみ売られているためでしょう。日本のゲームユーザーはプレイステーションとスイッチが大半のため、今まで話題になりにくい状況でした。しかし、すごい売れたということで、対象プラットフォーム以外にも広まったのではないでしょうか。で、見た目はとてもポケモンチックなパルワールドですが、 PC で超売れました。もう多くの PC ユーザーはパクリを意に介していないわけです。今回の炎上でパクリに嫌悪感を表明している人は疑問に思うでしょう。なぜなんだと。そう、それはズバリ PC にはモッド文化があるためです。もう PC ゲームはモッドで自由にゲームを改造できるという利点があります。見た目の変更からゲームシステムまでかなり自由に変えられます。もう法的にはアウトなものもありますが、そういうものはアングラなサイトで配布されたりします。個人でこっそりと楽しみましょうというものです。で、私のチャンネルではモッドを適用した PC ゲームの紹介を多く扱っています。例えばフォールアウト4でサイレントヒルを遊ぶとか、グリムドーンでディアブロを遊ぶとか、セキロをヨルハ 2B で遊ぶとか、スターフィールドで機関車トーマスを呼び出すとかです。なるほど、確かにと思われることでしょう。 PC ゲームユーザーは当たり前のように改造して遊んでる人が多いわけです。一方、家庭用版はモッドで遊べるゲームはほとんどありません。だからなおさら今回初めてパルワールドというものを知ってびっくりしたという人も多いのでしょう。それが炎上につながってるわけです。では一方、 XBOX ユーザーが多い海外ではどうなのかですが、反応を見るとポケモンの指摘はそこそこありますが、そこは大して盛り上がっていません。それよりも動物虐待とか奴隷制の話が出ています。まあ、ジョークで言ってるのか本気なのかは分かりません。もう動物を強制労働させいつでも殺せる、こんなゲームは買ってはいけない、返金せよというものです。まあ、日本ではフィクションで通りますが、国によってはそうではないと捉えられる風潮があるのかもしれません。ただ全世界の人が見るわけで、フィクションがわからない人は笑われてしまう傾向にあります。で、動物虐待はポケモンでも聞いたことがありますね。モンスターボールにポケモンを閉じ込めるのはなんか海外のどこかで虐待だと言われるそうです。よってモンスターボールはポケモンたちによって心地よい場所であるという設定にしているとかどうとか。で、他に大手 VTuber 事務所でプレイしているところとしないところで真っ二つに分かれているようです。まあ、この動画出している頃には変わっているかもしれません。なんだかホロライブさんはパルワールドをプレイしているが、二次三次さんは誰もプレイしていないようですね。これは客層の違いかと思います。まあ、二次三次の視聴者層は若い人が多い可能性があります。遊んでいるゲームの傾向からです。まあ、若い人は先ほどの通りプレイステーションかスイッチ中心になるわけです。よって炎上リスクがあります。対してホロライブは海外視聴者層が多く、
その海外は Xbox も主流です。ここら辺が対応の違いに出ているのではと思います。次はゲームハードの対立煽り的な話です。パルワールドはプレイステーションに出ていないから、プレイステーションファンボーイ、まあ、信者的な人が怒って荒らしているという側面はあるでしょう。ただし怒ってる人はちょっと落ち着いた方が良いです。先日パルワールドの開発の人が公開した開発日誌が話題に上がっていました。それを読むと、プレイステーションに出さないのではなく出せなかったんじゃないかと思われるような内容が伺えます。もうその場合恨まれるのは筋違いです。断られたわけですから。で、早くも売り上げから見て2024年のゴティじゃないかと言われています。ただ売り上げがすごかったホグワーツレガシーはゴティから無視されました。これは原作者にまつわる特殊な事情からでしょう。まあ海外では炎上してましたからね。で、売り上げで言えばディアブロ4やスターフィールドもすごかったのですが、これらもソース感です。で、パルワールドは評判は今すごい良いです。発売後3日で非常に好評、4万件近くで 93% にポジティブです。ただし正式版は発売されていません。現在は早期アクセス版です。昨年ゴティを総なめにしたバルダーズゲート3は早期アクセスを何年か行いました。そして正式版になった2023年にゴティを取りました。で、パルワールドは現状話題性が高く評判が良いものの、早期アクセスなのでまだまだな部分が多いです。そしてポケモンチックであるという点が何か引っかかる可能性があります。で、現在までのパルワールドを遊んでみての私の感想です。もう漏れなく時間が解けます。一気に20時間ほど遊んでしまいました。もう面白いというのはこういうことなんでしょう。この面白さの部分はクリッカーゲームにも近い印象です。課題が与えられて、それをこなしてどんどんシステムをアンロックします。アンロックすればするほど遊びの幅が広がっていきます。で、ポケモンをひたすら捕まえるという一見繰り返し作業が多く見えます。しかしそれがアンロック形式と結びついて面白さにつながっています。で、ポケモン以外の売りとして拠点システムがあります。パルに作業させることである程度の自動化が行えます。ただこの拠点部分がまだまだこれからの部分です。壁が作れそうで作れないとか、あるいは階段が配置できないなど制限が結構あります。まあ、パルの AI と干渉するから制限があるんじゃないかとも言われています。で、一度配置したものを他の場所に移動が現状できません。これクラフトビアもそうでしたっけ。まあ拠点作りではこれは必須級に欲しいです。あとは作業中のパルが動かなくなることもあります。その場合は出し入れすればまた動き始めます。こういった部分は今後改良されていくのでしょう。さて、というわけで今回はパルワールドの炎上に関してお伝えしました。まあすごい売れたということは大量の開発資金がこのゲームに注がれるかもしれません。そうなると今後はさらにとんでもない作品になることでしょう。なので気になった方はぜひ一度遊んでみてください。ちなみに制作会社ポケットペアさんはパルワード以外にホローナイトチックなゲームを開発中です。そちらもヒットしたら炎上するんじゃないかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。